ちおごってるじゃないですか。どうしますか。もう見てくださいよこれ。何もできてないじゃないか。なのにこんな面白い顔して寝て。今日はこのヘルマウンテンを回収します。ということで早速作業に取り掛かります。使うのはこちらの鉄パイプと直行クランプ。本当にゴールドティーが寝ているので、私エンペラー竹本と空力コンビでヘルマウンテンの足場を組み立てていきます。重要なのは強度と角度。結構な音を出して作業しているにもかかわらず、まだ爆睡中のゴールドティー。お昼ご飯を食べるとすぐに眠くなってしまい、仕事が手につかないのが最近の悩みだそうです。ゴールドティー、あれメガネオンサングラスですね。すごい状況で寝てます。やばいっす、やばいっす。見せない。よし、落ち着きましょう。仕方がないのでおっさん二人が黙々と鉄パイプをつないでいきます。この鉄パイプはホームセンターで適当な長さにカットしてきたもので、ここで言う適当とはその場に適したという意味ではなく、本当にこれぐらいかなという意味での適当ですので、ちょっと長さが足りなかったらどうしよう、長すぎたらもう切れないぜという不安を抱えながら作業しているのです。土台が完成したらヘルマウンテンの店までもあるレーンチェンジャーを乗せていきます。白のレーンチェンジャーって見ているだけでもワクワクしますよね。あ、事件です。どうした。ゴールドティーが起きました。何がここにあることが分かるんですけど、ね、ゴールドティーは目が悪いのである。比較的何がどうなったのか、なんか今までと雰囲気が違うのは分かるんですけど、ゴールドティーは本当に目が悪いのである。金色のサングラスをかけることによって普段かけているメガネがかけられない。何度も言うがゴールドティーは本当に目が悪い。この距離ですら我々が何をしているのか本当にわからないのである。視力を犠牲にしてまでも金色サングラスを貫くゴールドティー、まさに執念の男である。植北サーキットにお客さんが来ました。誰女性レーサーです、美人女性レーサーが来ましたよ。美人すぎる女性レーサーじゃないですか。ちょっとカメラを向けてみましょう。あ、完全に今クモリだ。クリームパン持ってきたから次回予告、梅北サーキットに突如現れた謎の女性、そしていきなり始まる謎の踊り。次回梅北サーキット、ヘルマウンテンに咲く一輪の花。君はダウンフォースを感じるか。